田。センターへの大きな飛球、犠牲フライには十分か。タッチアップからスタートを切る間に亀井の犠牲フライで5対3。低いボールでしたが強く叩きました亀井。高めの要求で低く来てこの打球です。いや、やっぱり亀井が調子いいからですよね、よく飛ばしましたね、あそこまで。これはちょっともう諦めざるを得ないという ね、 そうですね、大きな大きな犠牲フライです。